いやでも山ちゃんあのね普段 TBS ラジオでレッスンやって、うん、よく来れたね。やっぱそのスピリッツはねしょってきてますからちゃんと。ちょっと服装がおかしいです、ね。TBS ラジオスピリッツでしょ。そうです。これあの断ってから来るのやっぱり向こうのスタッフさんに。向こうねちゃんと丁寧に説明して、うん、あのトイレということで、はい、ちゃんとでもなんか爪痕残してこいよって言って僕が残してこう爪がですね、TBS のラジベスの T シャツを着るという。いやいや深爪状態です跡が残らないちょっとね爪跡がねそうそうそうちょっとやっぱアウェーっぽい感じすんのやっぱりなんかね気持ち的には怖いよドリンク行く飲むのも あそうですかあの吉田のあたりが毒入れてんじゃねえかなと思ってでもほらもともとはさ、うん、オールナイトニッポンやっててさ南海キャンディーで大好評だったじゃないだったら続いてんだろうよお前答えが分かって聞くのずるいぞそうやっていや俺分かんなかったからその時の環境が俺ら知らないからえいや2004年でさ同期なんだけどね、はいはい、山ちゃんと売れるのが早かったよ、2004年からさ言ってるからビフォー山里アフター山里って言われてるっていうねあるんでそうそうそう時代の中でおいじんじゃん初対面でいやいじってるわけじゃしっかり抑えといたのよポイントを、はい、そういうこと、うん、本当ウィキペディアの暗証感がすごいよ大丈夫でも聞いてるよあのオールナイト山ちゃんあの時からやっぱりトークすごかったと誰から聞いたんだよそんな話出てねえだろうよいやでもいろいろ聞きたいなと思ってて本当いやでもすごいじゃない大丈夫あの横でこの男はね愛だなんだなんてね分かる男じゃないんだからよくないよそれは俺はメインパーソナリティであと二十何時間やるんだよ俺もでも皆さん聞いてますか二十何時間こんな愛のない野郎に愛を語らせてどうすんだってお前それは潰しすぎだわ潰すもんなもん俺は伝わっちゃうわけじゃんいやだから山ちゃんと俺が、うん、あの足りない二人っていうのやってたのユニットもう3、4年ぐらい前だねそうですよ3年ぐらいその頃から山ちゃんとの差が開く一方なのよ、うん、俺は愛を届けられるパーソナリティになったんだよ何を言ってんだよ俺はねそういうことピンとかねこのモンゴルとかね行き出した時から怪しいなと思ってこいつはどうかなっちゃうねみんな思うよ外でみんな聞いてるよさ観覧の方ね、うん、観覧の皆さんさでもね俺はね山ちゃんね後楽園ホールとかでねあのトークライブ一人でねあのねカッコつけてリングの上でたった一人でやるんだよ、トークライブをうん、その前にさカッコつけてって言葉全くないじゃんかしびれますねしびれてねえだろうがしびれるでしょリングの上で一人で立ってトークするんで多分ねトークと格闘技をねリンクさせた感覚でトークしてると思うんだよね違うんです裏で持ってるテーマって説明しちゃいけないやつじゃんそういうとこはこれねこの音がひどい何が愛がないかっつったらね、うん、一回ねこのオードリーのねネタライブに出してもらったんですよ南海キャンディーズそうそうそう結構ねもあの M1 に向けていろいろ頑張っていかなきゃいけない、うん、漫才もう一回やるにはね、こういい舞台立ちたいところ、はい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 、で一応ね生意気にも、うん、ちょっと我々南海キャンディーズの出番をねサプライズにしてくれたんですよ、うん、ねサプライズってやっぱ嬉しいんですよ、ね、出た瞬間の盛り上がりすごいから、この男出る2個ぐらいの出番前に、うん、まあね今日も南海キャンディーズが出るんですけどっていう紹介何あれいややっぱりさほらなんかサプライズで来ましたってなったらお客さん盛り上がっちゃうじゃない、うん、いいじゃん盛り上がるのいいじゃん多い結構じゃん一回先に盛り上げといて温度冷ましてから南海キャンディーズネタっていう順番にしたかったのよ、うん、冷ます必要がどこにあるお客さんはあったかいに越したことないだろうだって受けちゃうじゃん盛り上がってる状態で出ちゃったからいやそしたらさ、うん、その漫才の稽古にならないなと思って俺南海キャンディーズのこと考えてんのよだから今回だって M1 も結果出たわけじゃないいやまあ出てましたよ、まあ、結果出たってそのこれはさ若ちゃんね、うん、あの優勝した人へのトスだったら嬉しいんだけど、うん、結果出たじゃんって言うとお前らそんなんだから敗者復活でそこそこの順位で終わんだとに聞こえちゃうわけ俺はそうは思ってない俺の中では優勝だもんそういうさやめてくれよなあれ本当あそう思ってるで俺はでもねあの山ちゃんってさ、はい、あのいやあんまラジオでさ言うことじゃないけど お兄ちゃんがさちょっと説明できないぐらいのドヤンキーなちょっとねあの皆さんね聞いてる方々ねどんな方が想像しにくいと思うんですけど分かりやすいので言うとね皆さんぶっ込みのタグで竹丸って人覚えてます毛量の竹丸ってねもしくはね騎士団騎士団から音楽性全部ぶっ込んでた感じそうそうそうギリギリのお兄ちゃんで結構ねM1 とかああいう戦いのね、はい、場に平気で出るじゃん山ちゃんってまあまあそうねでもそこだけはちょっとヤンキーの部分があるんじゃないかと最近思ったあとリングの上でさ、うん、トークを戦ったりたった一人で、うん、トークの怠慢ね怠慢やってるじゃない、うん、あのさねリスナーの方々ねこれ多分ね言葉だけしか届いてないからあ若ちゃんに褒めてもらって山ちゃんいいじゃないって思ってるでしょ違います俺面と向かってるんですけどてめえニヤニヤすんだよすげえ今のねトークなんか観覧の皆さん見てた若林の顔ニヤニヤしてバカにしてんのこれねじゃあこれは、うん、あの愛を届けてるからそうなんですよそうなんですよ、ね、そうなんですよ届けてるこれで愛を愛と笑いを届けたいそう笑いしか届けられないんだこの男は
俺なんかね結構こう人と人とのつながりとかねなんか大事にするようになってきて最近。そんなもん断ち切る釜みたいな男だったろお前は。トークバトルこのまま4時に入ります。4時入ったの？いやちょっとねもうちょっと喋らせて。いや別に事故だよ。ということでスタジオにはですねあの山里亮太さんがゲストに来てくれています。僕あの山ちゃんとね足りない2人で漫才とかもはい随分一緒にやっててあの大人気番組まあ なくはないよ正直自分たちで言うのそうだね手応えはあったからねすっごい、うん、山ちゃんさその M1 とかさ、うん、結構どんどん出るじゃない。いや去年今年と出てるよ。それはさ、うん、だって舞台数がさ、うん、もう漫才の超現役のさ、うん、人たちと比べたら舞台数忙しいから山ちゃんもしずちゃんも2人で会う時間でほらあのいろいろあって、うん、ピンの仕事が2人とも多いじゃない。まあねバラバラでやってますよ。で稽古の時間と舞台数があんまないと、うん、厳しいのも漫才師だから知ってるわけじゃん。そうだよ。なんでああいうの平気で出んのよ。いやこれはねやっぱりあの漫才師ってさ毎年あの時期にさむちゃくちゃ漫才師ってかっこいいなってなるじゃん。なるなるなる。でその気持ちが俺よりか相方がむちゃくちゃ多くて、はいはいはい、もうどうしても出たいっていうのを一つ手に言ってくるわけ。でももう気持ちがあっちが抑えられないってから、はいはい、じゃあ俺もやっぱりもうかっこいい漫才師になりたいしじゃあ出ましょうかっていう話になる。あそのそういうピュアな気持ちでそうよやるってんだよ。だからあんまさ意外とさ、うんイメージさちょっとこう、うん、繊細なイメージあるけどさ、うん、意外とそこをどんどん行くんだよね山ちゃん。いやでもさ行ったら行ったでさ会場でさもう本当どう身を小さくしてるやっぱ現役生たちはもうむちゃくちゃ自信あるわけよはい、はい、舞台だってさ何百って立ってるからもう多分みんなネタ合わせして時計見ても毎回4分3秒ぐらいできるような人たちよ、はいはいはい、その中でね俺たちはもう3分50とか4分20を行ったり来たりするような、はいはいはいね、その安定感のない漫才をしてでしかもほら若手たちはさみんな横のつながりあるからさ、はいはい、今日何のネタで行くのあのネタかみたいな話するけど誰も話しかけてくるわけでもないのよ。ジジイが来やがってみたいなそういう視線は感じんのよ。なんかねはい知名度アタック決まりましたみたいなあやっぱそういうのかそこ平気で行くもんね。平気じゃないよ俺だってもう聞くもん結構聞く。南海キャンディーズが、うん、あそこ受かったのって、うん、まあまあそうか有名どこ一組欲しいもんねって、うん、若手の方が酒の魚に聞いてるって言った時に、ねうん、はいテレビの業界で殺すと思うもんねはいはいお前の名前覚えたぞテレビの業界でぶち殺しやるしそういうのさ何十年って覚えてるもんね。一回言われたの何一生忘れない俺のことをテレビさんって言ったあいつらを絶対忘れないテレビさんいやテレビさんねテレビさんが漫才に様をのとこに来てるみたいなことを陰で言ってるやつは俺一生許さねえ。でもさ俺が言うのも変だけど敗者復活見たけど、うん、相当いいネタできたなって思ったでしょあのネタは。バカちゃんそうなの。あのしずちゃんのママタレントになりたいっていうネタで、そうそうしずちゃんのねママタレントを目指す夏のそのマッチングと、うん、そう山ちゃんほらママタレントとか嫌いじゃん基本的に。あのさネタの中の話をさ実際見てると言うのやめて、うん、よくさ本番前とかママタレの悪口言ってるもんね。バカちゃん本番前に言ってるってのはつまり本番で言えないからなんだよそれを今これ本番だよね。ねえ本番ですよ、まあ、本当に愛とか届けてっか今日大丈夫か。じゃあそれそ大きな意味での愛なのよ。そういうことか。どういうことだすげえスピードで気づいちゃって違うって。ママタレとかさインスタでさ宣伝したりするモデル嫌いだもんね。いやそう本当にもうはっきり言って嫌いだよ好きなっていいのかい。でもねそれがマッチしたネタだったのよ。いや本当これ若ちゃんね自信あったでしょ。あれちょっと自信あったね、えで、はい、ほらずっとさ漫才ってさ、うん、あのセンターマイクがなくなっても成立してるぐらいに、はいはいはい、こうテレビ出てる時に、はい、なったら一番理想な形じゃない。はいはいはい、はい、それを探してきたの今回。はいはいはい、はい、俺はやっぱりこの何ていうの、うん、若手の方から寄せるとテレビさんだから、うん、テレビで山ちゃんじゃなくてねテレビさんだから。そうテレビさんが知名度アタックで M1 に来てるからその若手の方々に届けるためには、はいね、じゃあテレビってとこは別に漫才から遠くに行ってるわけじゃないんだぞ、はいはいはい、ちゃんと漫才としてセンターマイクまで立って使い方次第では漫才師様になれるんだぞっていうのを見せたかったのよ。ああそこを見せたくて、うん、あのなんか修羅の道に入っていくわけねそうそうやっぱねあの終わった後、うん、やっぱ、ね、ロケで、うん、ママタレの人と会うと、うん、まあ冷たいねそりゃそうだよ。あんなディスりまくってて一文字も喋んねえぞ。ライブもさ、うん、めちゃくちゃやんのよこの人、このスケジュールで一人で、でネタとか練ってさ、はい、で俺見に行ってんの見てさ来てくれてありがとうねこの前。で俺ねだからね謎だと思って、うん、俺はもっと汚い人間だと山ちゃんのこと思ってたんじゃないかと思って、ね、金と権力が欲しいからなんかお笑いやってると思ってたのずっとそんなことないピュアな男だよしたら、だからなんか所さんの世田谷ベースみたいな感じで、うん、あの漫才やってんだよね
あもうピュアな気持ちで、うん、そうそう、こういうの作ってみたい、こういうのみんな見てほしい、ここってこんな風に遊んだら面白いだろっていう、うん、理想だよね、トコさんの生き方って。いやそうでしょ、うん、で俺はさ、なんか俺と山ちゃん同世代でさ、上は詰まってるし、うん、下から突き上げてくるっていう、なんかさ、うん、山ちゃんはそのすごくメイン張れる MC の横の懐刀の振りして、うん、いつ謀反を起こそうかっていう戦略でやってんじゃん、芸能界を、ね、皆様のね、いい刀になれたらいいな、そう思って芸能界してます。 いつもほらこう懐に忍ばした刀をさ、いつ横のメインを切ろうかっていう戦略じゃん、山ちゃんは。あんな竹光です、私は。皆様をね、打とうなんて時はさらさらございません。そのどうやって考えてんだよ、芸能界で、うん、やっぱりなんかそのなんつのこう、どういう位置に行こうと思ってんのかなってライブ見てて思ったのよ、トーク。若ちゃんこれ16時代の話じゃないよ。じゃちょうどネットニュースになりやすいかなと思って、このぐらいの時間だと間に合うよね。間に合う時間なの。そう、じゃあなんかぶち込んでやろうかしらね。あ、ちょっとあんまりやめてください。大引くやつもやるんで、あなたちょくちょくね。失礼いたしました。まだまだ山里さんの出演時が電話なりませんね。いやだからね、聞き込んでるんだと思うんですよ、皆さんね。サイレント機能使ってんでしょ。改めて 0570-081242 です、うん。でもさ、これやっぱ山ちゃんのファンの方がさ、あのすごい公開収録してくれてるのがさ、はいはい、ちょっとやっぱり、私服の色が濃いめの人が多いね、山ちゃんのグッドトーンがね、落ちますね。僕のことを応援してくれた人がね、あの色合い的にので筑前煮みたいな人ね。お前自体がな、筑前煮みたいな。お前ってどうしたんだ急に。味わい深いと捉えるからな、それは俺は。里芋、いや、ほら、やかましい、おい、小学校の時にいじめられ方だ、それはお前。山芋、里芋、お前芋ばっかだなっつって。ねえ。踊り若林です。アシスタントの日本放送東島えりです。そして。ちょっと待ってよ、まだ帰ってきたかどうか分かってない状態だから、今の流れだったら絶対俺が先じゃん、春日さん。いやダメ出しやめてくださいよ。途端にだって今絶対さ、東島さんも俺の方に出って手やってたじゃない。確かに、はい、ずっと台本見てたんでね。そうだね、あ、そうか、絵に反応してしまいました、私、ね、しょうがないね。山里と春日でございます。春日食い気味に来ちゃダメだよ。俺すいません、本当に。お帰りなさい。お帰り。これなんか喋っていいの、この時間は。なんかメッセージ紹介とか、どうなってんの。あの、山里さんからぜひ紹介して、ね。メッセージ来てますよ、温かい、はい、ね。さっきのマライア・キャリーの曲で、ちょっと踊ってたね。あ、そうなの。クリスマス好きだから。あ、そうなの。とんでもね、熱そうだな、おい。あ、ね、嘘なんすか。びっくりして、踊り方もリズムも分かんない。もう曲も出てこない。今だってマライアキャリーでなんか喋るって言ったら、もうあの激太りのエピソードしか出さないよ俺は。いやリップサービスすごいね。お口なさり、うん、ほらメールを読めってこのひげ面の人が言ってんじゃない。ディレクター、メール読みなさい。千葉市タラバさん、ありがとうございます。募金額1000円ということでございましてね、はい、お小遣いから募金させていただきました。家の近所にも音の出る信号機があるのですが、これがもっと増えればいいなと思います、ということでね、千葉市タラバさん、ありがとうございます。学生さんですから、ね、大きいですよ。あ、そうね、ね、いそう、募金の方法いくつかありまして、まずお電話での受付は 0570-081242 です、うん、目の不自由な方へ音の出る信号機を作るための募金です、はい、そしてチャリティーオークションっていうものがありましてね、そうそう、あのゲストの方にいろんなグッズを持ってきていただいて、それをオークションに出すと、はい、うん、はい、いうことなんですけど、うんうん、はい、山里さんは持ってきました、今日それ聞いて、私がですね、お家でですね、まあ、ちょっと何か悩み事があったりとかしたら聞いてもらってた、うん、ワンちゃんのぬいぐるみなんですけども。ワンちゃんに悩み聞いてもらってるの。こいつがですね、僕のストレスを全てバクバクに吸ってくれるんですよ。しかも泣くのよ。泣くの、うん、聞く、声が出る、声出るよ、うん、いくよ、うん、あ、動くパターンで自分で買ったの。そうよ、自分で、自分でワンちゃんのおもちゃを買ったの。むちゃくちゃ心が尖った時期やったの。これ少し丸くするにはどうしようと思ったら、これだと思って。いやちょっと怖いね、東中野で一人でそれやってると思ったら、普通に俺の最寄り駅言うじゃん、電波乗せて。だって大丈夫なんですよね、うん、いや、プロフィールだし、プロフィールに書いてるじゃん、だってプロフィールに書いてねえよ。じゃあそのむつみそうのテンションでやんのやめてくれる俺を。ダメ、同じじゃないですか。いやもう春日だけだからな、芸能界で家探してんの。最寄りの駅ぐらいやったらいいですよ、私なんか住所までね。そっか、何丁目まで行きますから。ごめん、俺春日の前でこれ怒るのちょっとよくないな。いや全然そんなもんは。このワンちゃん可愛いのすっごい。それ本当、それを出してくれるんですよ。それ例えばどういうことを話しかけたりしたんですか。だから、あのね、このワンちゃん手元に持ってね、はい、
なんかモデルかなんかしんねえけど、随分とロケ舐めてくれたなって。なんか、この番組はそうか、ね、お前のその、仕事の中では芸能界か。まあまあまあ、ね、そうやってやってりゃいつまでやるのかな、モデルって仕事はねえって言ったら、泣けよ今。ちょっと間がねえ。ボケ生んだねえな、昔から。本当だよな。ここに来てさ、若ちゃん、まさかのモーターオンオンリーってね。嘘だろ。さっきはね、いいタイミングが泣いたんですけどね。お前は三色ショッピングの悪口モデルいつも言ってんな。三色ショッピングかどうか限定してなかったの、今。これはないんじゃん。わかんないじゃん。いろんなとこで、俺はいろんな仕事してんだから。で、三色ショッピングだよ。正解だった。東中野も当たってんのね。東中野も合ってるよ。ずっと住んでるよ。これで駅近で。駅近ね。2階に上がってくる。やめろよ。直接上がってくる。やめろよ。それは限定されたぞ今。一番怖いのが住所特定されても人が来ないって。じゃあいいじゃないですか。刺してシークレットに。逆にね、じゃあこのワンちゃんを、ワンちゃんサインでもつけようか。サインは大丈夫です。なんでねえ、どうしてサインつけましょう。そういうもんじゃない。サインつけましょうね。山ちゃんを癒したワンちゃん。いやでもそのなんか負の感情全部吸ってんじゃん。全部吸ってから、ひょっとしたらこれ時々鳴き声で俺の愚痴聞いてくれないの。出てくるかもしれない、プロンっつって。チャリティーオークションね、すごいんですよ。まあ、いろんな方が協力してくださっていて、はいはい、桃色クローバー Z の皆さんの、本当、例えばサイン入りのプラモデルカーだと、すごくない？一重曲線は20万円。ねえ、まあファンの方はね。違う、東島さんってむちゃくちゃ性格悪い。いや、めちゃくちゃいいのよ。だって今この流れで、むちゃくちゃみんなが欲しがるものと、大丈夫、いろいろありますよ。山下健二さん、その流れで言ったら大丈夫って。これ山下さんに失礼だよ。山下さんに大丈夫です。三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎さんの T シャツですね、サイン入りの16万4000円。うわファンの方、裏地に万件でも貼ってんだろそれ。どんなこと。14枚キャッシュバック何ちゅう例えなんだそれ。裏地に14枚万件貼ってんだろ。T シャツそんな出るか。山ちゃんのことストレートに愛してるファンってやっぱいるんだよ、ね、親だよ。あの大きい2人ね。いや、ざっくり言うんじゃないよ。お父さん、お母さん、聞いてらっしゃいますか。親いじったら0570-08-1242で募金の電話お待ちしております。はい、AKB さんありがとうございます。ありがとうございます。言うなお前そういうの。こういう日なんだから。え、じゃあどういう日言ったらいいんだよ。こういう日しか言えないだろ。さすがに今の裏です、誰もらってねえや。うん、そうだなって思われるわけですよね。そうだねっていう、嫌な人だねって。今喋ってるのは山里亮太さんです。正式に出題なくていいんだから別に。今はね、踊り若林です、そして春日、春日さんとの東島です。東島さん、はい、でこの時間もね、山ちゃんとトークしてほしいってことで。お邪魔します。あの、俺がすごい気になってるのはね、はい、その山ちゃんが、なんかその俺たちも、39、40アラフォーですよ。そうね、40なったよ。で、そのいまだにね、あの、例えばあのハロウィンとかを、あんなに憎んでるアラフォーはね、あんま世の中にいないなと思って。そうでもないよ、みんな翌日のね、もう本当にね、割れたジーマの瓶でね、足でも切ったらどうすんだって人たちいっぱいいたよ。その前回だけで、俺と春日、なんか山ちゃんには申し訳ないけど、ちょっともう山ちゃんとはだいぶ差ついちゃってんだよ。いや、それ本当にもうオードリーのネタライブで言ってたろ、それ。で、俺らはさ、徐々にさ、なんか、あの、すごく美味しいウイスキーとかに興味が移ってってる。バカ言ってんじゃないよ、本当にね。あの、憎いね、三菱だって、あんなもん、なんか、転がり込んでるよ、浪人生みたいな感じじゃないか、あれ。お前やめた方がいいぞ、そういうこと言うの。夫婦な顔してくれ。見えましたんだ、お前。いやいや、俺も完全に夫婦じゃないですか。どこがだよ、お前。あんなもん。よくある一般的な夫婦だと思います、ね。どこがだよ、あんなもん。座敷荒らしたら、あんな。あんちゃんのところに座敷荒らしやってきたんだもん。よくない、よくない。憎いねって人間憎んでんだろ、あれ。いやいや、昔だったらね、そのなんか、荒い運転、付き合いたかったけどね、ちょっと最近ちょっと俺たち所さんみたいな感じになってきてるから。そうですね、やっぱり。人生を楽しんでんのよ、最近。楽しまない、ね。いや、そりゃそうだね。キューバ行ってモンゴル行ってよ。そうだよ。で、今度アイスランド行きますから。楽しんでる、ほら。楽しんでんな。次世代、次世代のところ。あ、また写真送るからさ、スマホに。いや、ほんとさ、送りつけてくんだよ。カズがどうかしてんだよ、この男は。その途中でですか。いや、定期的にさ、はい、俺にさ、ハマキ知ってる写真送ってくんだよ。それは何なら知ってほしいってこと。山里さんに。山ちゃんには知ってほしいのよ、こうやって人生って楽しんでいいんだよって。なんかね、自分をね、追い込んじゃってるから。追い込んでない、俺だって楽しく生きてるよ。いや、楽しく生きてる。生きてるよ。大丈夫かなと思うところがあるわ。余計なお世話だよ、そんなもん。楽しいわ。ハマキ捨てるような幸せなの俺いらないですね。でもさ、
山ちゃんさ、うん、その牙がね、うん、結構上の世代に向いてた、まあ、先輩とかに向いてたけど、うん、今や下にも向いてるじゃない、うん、それってダサいよねそうだね、それは尊敬できないですよ ね、 ダサいよね、下向いてたね、うん、俺はもう当たり前になってるじゃない、徐々に徐々に、そう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 、だってあのバカリズムさんが言ってたもん、うん、もう山里さんは、うん、あの戦いのスタイルが山賊だってそのね、バカリさんとか若ちゃんとかは、うん、あのもう侍なのよ、はいはい、ね、自分たちに刀を上げてきた人間に、うん、ああお前らが上げるんだったら切ってるんだけど、うんうん、俺は刀も上げてない、うん、そこら辺を歩いてる町人たちを切りに行くからね、恐ろしい、充実しやがってっつって、いやー参ったな、いや酔っ払ってさ、ほら上岡龍太郎さんになりたいって叫んでたから、いや若ちゃんそれさ、東中野若ちゃんね、本当に酔っ払ってる時のことはあの店の扉出た時に置いてかないと、じゃラングサムでさ、ラングサムそうだ、いやもうあのね、中野にあるラングサムって、はいはいはい、あの美味しいねイタリアの店があるんだよ、行ったんだそこ、そういうのさ、あのどういう戦略かだけ教えて、この後の5年、いやこの後の5年とかさ、どういう戦略かとかの前にまず俺のあの一番照れるタイトル言ったじゃんか、うん、だから、うん、でこの5年で言うと、うん、そうなれるように逆算していろいろやってるよ、上岡龍太郎さんに近づくように、もう一回言わなきゃ、近づけないよ、それも雲の上の人だよ、うん、でも方向性としてはね、やっぱああいう風になれたらいいなと思って、で笑い の、 あの、うん、テンポのスパンがもっと短い池上さんになりたいっていうのも言ってて、うん、だからそれはさ、いろんな目標があるんだね、バカちゃんね、うん、それ俺はあの、こんなこと言うのかしらなんだけど、はい、言ったよ。あうん、それは、ね、言ったけども、それはね、あれはどこだっけ、あれ暖炉のあるバーだったかな。そうそうそう暖炉のあるバーで若ちゃんに言ったのよ。はいはい、よく思う場所もね、うん。どういう流れでそういう話になるんですか。あのやっぱ酒も飲んで熱くなってくるわけよね。そうそうそう。これからどういうふうに戦っていくかって話になって。はいはいはい、で毎年忘年会やんのよ。二、うん、人で。うん、で三人でやんだけど、スタッフさん一人と、はいはいはい。いつも酔っ払うとね、一年のなんか反省ノートがあるの。うん、毎日反省ノート書くのこの人。まあやっぱそれね、いろいろ間違いありますから、ね。でこういう日はこういうことを変えてたんだよって、なんかその紙。そうそうそう。すごいもう殴り書きよ、三色ショッピングの。後とかはいやまあ三色ショッピング、自分の自分への戒めよ、ね、あの方をね、なんでやる気を出させてあげられなかったんだろうって自分、自分を否定してるんだから、向こうは自分に向いてるってことですね、そりゃそうだ、当たり前じゃない、その方来てくれるだけでありがたいんだから、でその上岡龍太郎さんになりたいとか書いてたりするわけよ、はいはい、そのノートをね、うん、暖炉の中に投げたの俺がしたらね、うん、やめてーだってなこれ皆さん聞いてみて、やめてーだってって言ってるけどやめてーじゃんいや、まあ、いや俺が間違ってんのやめてーだって、いやいろいろ言い方がやめろとかおいとかじゃなくてもうやめてー、やめてーだろそれ言い方がもうジャイアン、あテレビさんね、おい気をつけろよそれ、俺さ、うん、もうね上は詰まって席は開かない、下から突き上げてくる、うん、でネットとかの方向から活路を見出そうとするとか、ね、まあちょっとねニュース性のあることを発言していくとか、うん、戦略が無数にある時代じゃん、そうよ、どうやって戦略練ってんのよ、うん、ここで言わない。教えてくれないですか。だって今上岡龍太郎さんなのか池上さんなのかっていうのがあるから。ちゃんと復唱するな春日。それはやっぱり現時点今なナウはどこなんですか。ラジオの春日は本当いいな。あらざそういうなんかこう枠にはまらない感じが一番いい形でラジオになる。やっぱりゴールデンの、うん、逃がさねえな。はっきりさせときたい、ゴールデンの単独 MC っていうのは目標の一つにあるってことね。うん、そうだよそこはあるんだよね、そうだよ、じゃあさ、ないような面でさ、うん、活動すんなよお前、どういうことどういうこと、えないような面でなんかしてないんじゃない、あんま確かに、ね、僕はこのポジションが好きなんですって感じで、うん、サブ MC とかやってるよ、ね、一人でやりたいなって気持ちもないかって言われたらそれは嘘になるよ、はいはい、でもさ、うん、それをここで白日のもとに晒す必要はないんじゃないかどうも、確かにう今日は愛と笑いを伝えるんだろ、うん、このガチンコ伝えてどうすんだよ笑いになんないですかね、ガチを伝えたいだもんね、ガチを、俺はガチを伝えたいって、ここで見てみろ観覧笑ってねえじゃねえかあ、じゃあちょっと違うか、でもね俺はね考え方やっぱ変わってきた、うん、山ちゃんとそういう時代もあったけど、違う違う、今になるといただいたお仕事と、あとまあいただいたお仕事っていうかその場で出会える人だね、やっぱこの仕事のいいところは、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、それを今の言い方で言うと、俺がそれを全部ないがしろしてる感じになるじゃんか、そりゃ汚ねえぞ、いやそういうつもりじゃない、
ゃないのよ。そうじゃん、だって俺だって人も大事だし、うん、仕事ね、出会いもういただいた仕事は大事でしょって、ね、分かる。だから自分がどうなりたいかじゃなくて、そうそうそう、周りの人がその場の人が笑顔になってくればね。そうそうそう、おい今お前若ちゃんの援護射撃してたんだよ俺への愛の手かと思ったら、しょうがないですよ、共通のやっぱ認識なんで。すげえな、ラジオやるたびに絆深め合ってんのお前気持ち悪い。はい、オードリー若林です。カスガアシスタントの日本放送東島エリーです。そしてこの時間もどうも南海キャンディーズ山里亮太でございます。はい、よろしくお願いします。ちょっとあの観覧のお客様が急に増えて、すごい、これやっぱ山里さんのファンの方ですか皆さん。そうでもねえじゃねえなんで確認するの。いやよくよく考えてみれば、うん、そりゃそうだろ。いやみんなだってなんかそういう感じかなと思って、衣服の色が濃いから。いや確かに衣服のね色が、うん、誰もね差し色使わないタイプだからねみんな刺さねえ な。いやしかしオードリーとね山里さんのトーク、うん、現役ですねやっぱり恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。そうだよ、トップランナーだろ今、引っ張ってるぞお笑い界を。恥ずかしくないのかお前ら。火花散ってますけど、どうなってんの、ね、スタジオに火花散ってますけども ね、もう今やめろ、芸人を例えるで火花って言うな絶対今絶対例えちゃいけない例えるなんでよ。そりゃそうだろ、先に火花でもドカンと打ち上げたやつはいいんだからそこまで嫉妬してんのかお前は。そりゃそうだ、次回作失敗すると思ったら大成功しやがって失敗すると思うな。お前しかいねえさそんなこと言ってるやつ。思わない、もうすごい素晴らしい作品だったぞ、めちゃくちゃ良かったよ、うん、でも本当にもう次はね3作目失敗だね俺のこと言うんですか。だってさ、とんでもないやつでしょ。だってね、同期を待ってよし、はいはい、この前テレビ見たらびっくりしたよ、縄文杉の前で佇んでるだけで1時間だったあいつあれで番組になっちゃう。いやいやいいじゃない、なかなかできないね。もう山ちゃんそうやってこうジェラシーとかね、うん、下はまあでも結婚するつもりはあるの、うん、あるよ。いや俺なんか酒井俊也さんみたいな感じになってくるのかなと思ってて、うん、結婚しない代表イコール酒井俊也ってピンとこないでみんな、うん、ね、ちょっと、うん、シリアスな空気流れてますけどね。そうね、うん、酒井俊也さん確かにね、うん、あの知ってるよリアルキューピーちゃんみたいな人な、うん、そうそうそう。いや山ちゃんね、これでなんかどうなの、人生の感じ隠して、うん、結婚とか結婚の質問ってそんなヘラヘラできるもんか普通に聞けばいいじゃん。なんかさ、違うんだよ春日さん、山ちゃんね、うん、本当にモデルさんとかと、うん、女子アナの方とかと結婚しようとしてる節があるのよ、うん、それだってそれ夢は見るよそれは。それ自分より上の人間と結婚したいってことですか。お前俺を下見てんないや山さんじゃなくてまず何を。いやそのモデルさんとか女子アナってやっぱりね言ってたの上の何が。俺たちだってこの世界で戦って頑張ってんだから別にそこら辺にね、別にそんな下に行くことないだろう、はい、いやだから酔っ払ってる時に言ってたのよ。酔っ払ってる時に言ってるやつはもうやめた方がよくない。いやまだあるだそれはね。いやまだあるから止めてんだよ、ここまで来たら一軍と結婚するしかねえだろうって叫んでたのよ、うん、いや言ってんじゃない、じゃ自覚あるじゃないですか。そうなの、ね、自分が一軍ではないことを絶対ほら全然言ったじゃないですか。俺には自分のことね、あのアストロ球団だと思ってるすごいね。でも、ま、自分の中に丸くなる気配ない、うん、え俺心が丸くなる気配、そのイライラとかが収まってきたなとかな、春日ね、まあ、そうですね、俺やっぱ年齢をね経たらあるじゃないですか。40だから俺もあるよそりゃ、うん、嘘だ、ほんとほんとある、うん、なんか急にさ最近急いでしずちゃんと仲良くなってるアピールするじゃん、仲良くなってんの。あアピールなアピールすごいね、キャンペーン貼ってんのよしずちゃんも、しずちゃんも愛してるで、なんか2組のトーク番組と結構出だしてんのよ。いやそれはだって普通じゃない、コンビなんだからね、仲良くやってこう、まあいろんなことあったけども仲良くなった、別にそれはキャンペーンじゃなくねあそうなの、どっちなの。いやキャンペーンじゃないよ、キャンペーンって聞いたけどね吉本の人、吉本の人が言っちゃったらそれはもう正解じゃんそうなってくるキャンペーンだから、キャンペーン、キャンペーン。実際しずちゃんへの気持ちの変化はあるわけ。あるよそりゃ。どういうで、一時期クソみたいな時期あったじゃん山ちゃんの性格が。まあね、あとしずちゃんに対してよ。そうね、うん、番組で一文字も喋らせるもんかって時期ね一文字一言で、一文字も相方とテレビ出てて喋らせないようにするんだね。一回成功して呼吸だけで終わらせたことあるんだよ何成功してんだよ。最後の最後で一言言ったらずっと広報広報っていうかダースベイダーかなっつってドン終わり俺の勝ち。やっぱダースベイダーそこウォーズマンじゃないとこが今の時代捉えてるよな。いやそこはいいんじゃない。なるほどな。やっぱダースベイダー俺ウォーズマンって言っちゃうもん。ウォーズマンの方がさ、うん、後半ね、うん、仲良くなった瞬間にたくさん喋るからウォーズマンの方が合ってるよどっちかっつうとよ。だからあ勝っちゃったな、勝っちゃったな、よくないんだよ、指摘して勝つのよくないんだよ。なんで勝っちゃうのは一番違いないんだよそれって、それはあの、うん、時々
見せるよそういう天才的なところ。いやそんな、いや自分では思ってないよ本当に。豆なだけ、豆なだけ俺は。豆なだけの人間なの。お豆さん、テレビさんとお豆さん。おやめろよ。おい、なんで俺のテレビさんすげえ豆より下なってんじゃねえか。お前ら似た気されるだけだろうかお前。どう長めの企画さんはどう。長めの企画さん、企画さん無理難題、ね、答えてくれるさんはどう。うん、そうね、言われたら全部やっちゃうさん、ね、無理難題答えてくれるさんみたいなさ、うん、のでマウンティングするのずるくない。例えでマウンティングってどういうことですか。例えのマウンティング、お前結構目に余るぞメディアで。じゃあ先に言うけど、ウォーズマン、じゃあお前上に乗っかってきたろ。上に乗った後ため殴ったよな、しかもマウントで。いやーずるいね。まあ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 じゃないよ、ここ。それはその何かがあったんですか、きっかけが。しずちゃん、しずちゃんへの気持ちね。やっぱほらね、何かされたことをずっと忘れない人じゃないですか。オードリーのラジオ名物、本線に春日が戻す。気になってたから、気になってたからね。こういうとこ、春日さんさ、本当昔からこういうとこあるね、はい、何をですか。あの俺はちゃんとしてるじゃん。単純に気になってることがね、解決してなかったから、はい、みんなでユニットやってた時にさ、はいはい、あのそれぞれ一人ネタやるっつってさ、うん、あの春日さんがなんか、うん、あの武井壮さんよりも早くやってたよね、あの猛獣と戦う人。やってたやってた、やってました、ね、動物とやつ。あれさ、はい、俺若ちゃんとさ、あの春日の台本見てびっくりしたんだよ、はい、あのゾウかキリンかなんかと戦うっていうのでさ、うんうん、倒し方ね、倒し方でさ、ゾウ、はい、の下かなんかに入ってボディを叩くみたいなさ、オラ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 って書いて、はいはいはい、いっぱい台本に書いてあってじゃん、うん、で本番さ、はい、台本が落ちたからそれ台本見ながら春日のネタ見てたの、はい、オラの数台本とぴったりしたと思って、はい、間違いたくないですからね。ぴったり、った二十数個。オラの数がね、あそこ大体じゃないんだよ。あそこ大体ですもんね、普通、うん、普通はそうですね、やっぱり。でね、とかしずちゃんへの気持ち、うん、愛がね、山ちゃんに増したっていうのは、うん、しずちゃんもボクシング真剣にやって、うん、で山ちゃん笑いにずっとストイックじゃん、うん、はいはい、でしずちゃんもボクシングにストイックになることで、ストイックになる人の気持ちってこうかっていうのが分かったらしいのよ。なるへそ。で、はいはい、山ちゃんは俺とかとユニットで漫才やる中で、うん、あ、掛け合いってこうなんだな、うん、今までは自分のワードがどれぐらい世の中に切れ味鋭くいくか、自分のことしか、ツッコミとかで笑い取ろうかなと思ってただけ。なるほど。考えてて、うん、でやっぱりしずちゃんと掛け合いたいなって思った時期がちょうど一緒になったわけよ。そうなのよ。ここで南海キャンディーズの絆がさらに深まったっていうことなんだよね。まあ、誰よりも上手な説明ありがとう。そうだな、それだな。いや、さ、俺さ、本当に若ちゃんとさ、谷二人って漫才やって、はいはい、漫才ってこんな楽しいんかってなったの初めて。あれね、うん、ま、あのよく春日がずっとできてるなってぐらい鬼軍曹な時あるけど。ああ、それは味わいました。そうだよ、俺なんかネタさ、はいはい、ね、書いててさ、じゃあ若ちゃん、このネタどうかなと、ああ全然いいと思いますよって言って、はいはい、ちょっと直しますねって言ったら、はい、どうも足りない二人です以外全部直しがあった。それで、山ちゃんとしずさんが今よ、うん、カラオケボックスで、そうそう、今やってるんだよ、ね、M1 の時稽古すんだから。あ、そうなの、二人っきりですか。だよ、この前。奇跡の星ね、まず二人で歌ってから、それは、漫才の稽古に。いやいやいや、それは、俺と若ちゃんの共通の友人のスタッフさんと、俺がキャバクラでやるやつでしょ、それ。歌わないの、カラオケボックス。カラオケボックスで歌いませんよ。歌わないの。昔はなぜか向こうが菅氏かをずっと歌ってる時間あった。黄金の月をやたら歌うっていう。いやー、うん、しかしさ、山ちゃんさ、しかしさってなんだよ。急に思う。いや、この漫才を続けてくるね、南海キャンディーでずっと。そうよ、漫才をやってくよ。いや、じゃあまたライブ出てよ、ネタライブ。俺たちの、ネタライブ、出たい、ね、11月も、11月あったよね。ありました、ありました。あれも出させていただきたかったんだけど、私の相方がね、いや、この人ね、あの、うん、しずちゃんのね、ロケで、うん、俺たちのライブの漫才出れないってなったら、そうそう、俺が、あ、そうだ、じゃあまた今度出てねって送ったら、うん、ちょっと待ってと、うん、ちょっとしずちゃんのロケ、うん、ちょっと負けるか、俺スタッフに聞いてみるわって、あら、そうそう、しずちゃんのロケをまこちで、そう、あの、何か所か飛ばせばいけんじゃねえかって、いや、それはダメでしょ。帰ってきたら、俺にそんな権限がなかったっていうラインが返ってきたね。向こうがすげえすげえ、お別れですって、今のスタジオ、こんなタイミングで、帰れ、腰だろ、帰る、ミュージックソン見に来なさい。